これが左目で、これが右目で、それぞれから視神経が出て脳に情報を伝えています。ここまでは問題文で書かれることが多いですね。で、例えば A っていう場所を切ったときにどんな見え方になりますか、 B っていう場所を切断したときにどんな見え方になりますか、なんて問題解いてみましょうか。 A って場所を切ったら左目の見え方はどうなりますか、右目の見え方はどうなりますか、右視野と左視野で分けて答えてください。 B って場所を切ったら左目の見え方はどうなる、右目の見え方はどうなる、なんて問題解いてみましょうか。で、ここで注意しなきゃいけないのはね、右目にも右視野と左視野があるんですよ。左目にも右視野と左視野があるんですよ。これ決して右目で右視野、左目で左視野を見てるわけではありません。まあ、こうやってね、左目隠して右目だけで見ても、右目にも当然右視野と左視野があるわけですね。で、プラスもう一点気をつけなきゃいけないのは、光が例えば左から入ってくる光って網膜の右側に当たるんですよ。左から入ってくる光って網膜の右側に当たるんですよ。で、右から入ってくる光が網膜の左側に当たるんですよ。これ別にどっちの目でも同じことね。これなんでかっていうと、まあ、考えてみれば当たり前の話なんだけど、例えばこういう壺があった時に壺の右側の壁、壺の右側の壁についたなんか この右側の壁の内側を見たいと思ったら、ペンライトをこう当てないっしょね。壺の右側の壁に光当てたいと思ったら、ペンライトは左から当てるよね。こんな風に目も同じで、右側に当たる光って左から来る光がこの右の壁に当たるんですよ。左目も同じね、左から当たる光が左目の右の壁に当たるんですよ。これちょっと気をつけてね。ね、じゃあね、あとはね、もうね、小学生の時にやったね、なんていうの、迷路を指でなぞるクイズみたいな。じゃあね、指でなぞってみます。ではいくらね、単純な問題でも、これ一応初めのうちは右目の右視野左視野、左目の右視野左視野って一個ずつやった方がいいです、絶対。これまだ慣れてくるまではね。じゃあちょっと見てみましょうか。まあ、だってこの問題なんかね、右目から出た視神経がここで切られてんだから、ね、右目が見えないで終わりなんだけど、でもちょっとね、練習のためにちょっと丁寧にやってみます。じゃあ右目の右視野からやってみよう。確認するけど、右目について右から来る光からちょっとやってみよう。右から来る光は右目の左の壁に当たるよね。右から来る光は右目の左側の壁に当たるよね。あとはね、指でなぞっていくだけです。ここに光が当たって興奮が生じて、で、興奮が脳までいけるかな、バーンね、ここ A が切られてるからもうダメです。なので右目について右から来る光は脳までたどり着くことができませんでした。右目について右から来る光は脳までたどり着くことができませんでした。だから右目について右から来る光は見えません。じゃあ右目について左から来る光は右目の右側右側の網膜に当たって、で、興奮が生じて脳までいけるかな、ボガーンね、ここでダメね。右目について左側から来る光は見えません。右目について左側から来る光は見えません。じゃあ左目やる必要あんまりないかもしれないけどね。じゃあ左目について右側から来る光は左の壁に当たって脳までいけるかな、あ、脳までいけたね。左目について右側から来る光で生じた興奮は脳に伝わることができました。見える？これ×が見えなくて丸が見えるね。左目について左側から来る光はここに当たって
脳までいけるかな、脳までいけるかな、あ、これ今回 A 切断したバージョンでやってるからね、脳までいけるかな、脳までいけるかな、あ、いけました。こんな感じ。右目の右視野と左視野はどっちも見えない、左目の右視野左視野はどっちも見えるね。まあ、もう一回繰り返してるけどね、ここ右目から出た視神経がここで切られてんだから、それは右目が見えないに決まってんだけど、まあちょっとね、練習、今日は練習ね、練習。じゃあ次に B を切断した時のことやってみよう。これもね、本当はね、この交差してる部分を切断したら耳側の視野が欠損するって結構有名な話なんだけど、でもまあ今日は練習のためにね。じゃあ同じように一個一個やってみます。 B を切断した場合、じゃあ右目の右から来る光からまたねやってきます。右目の右から来る光はここに当たっていけるかな、脳までいけるかな、脳までいけるかな、脳までいける、バーンポカーンで、ここでもう、途切れちゃいます。右目の右から来る光はここで、切断されてるんで、神経が切断されてるんで、脳まで、情報を伝えることはでき、右から来る光の情報を伝えることはできませんでした。左はどうだろうか。右目に左から来る光、右目に左から来る光、ここに当たってなぞ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 ってゴールね、脳まで行きました。見える。右目の左から来る光は、左から来る光の情報は脳まで伝わることができました。じゃあ同じように左目もやってみよう。左目の右から来る光は脳まで行きました。左目の右から来る光は脳まで行きました。左目の左から来る光、左目の左から来る光、ここに当たって脳までいけるかな、脳までいけるかな、ボガーン、いけませんでした。こんな感じ、ね、だからね、初めはね、なんていうか、初めはもう右目左目別々に考えて、で右目の右から来る光はどうかな、右目の左から来る光はどうかなってね、一個一個やっていった方が絶対いいです、初めのうちは。で気をつけなきゃいけないことは、右目と左目には、右目にも左目にも右視野左視野があって、で入ってくる光のね、方向も注意ね。左から来る光が右の壁に当たるんだからね、この壺をイメージしてね。では視神経の切断実験の解説でした。